留保制度インド VS インドは2011年に公開されたインドのドラマ映画。プラカーシュジャーガー監督を務め、アミターブ、パッチャン、サイフ・アリー・カーン、ディー・ピカ・パード・コーンが出演している。インド政府が高等教育機関への入学や公務員採用に関して定休カーストの優先枠を制定した留保制度を題材にしている。 2011年1月15日から撮影が開始された。プラカーシュジャーはキャスティングを終了させていたが、この時点で主役は決まっていなかった。当初はアジャイデーブガンが検討されていたが、彼はクルマルさん、シンガムなどのスケジュールが多忙だったため辞退し、代わりにサイフアリー・カーンが起用された。彼は撮影のためにサンスクリット語を学ぶことになった。カーンとアミターブ、 バッチャンは撮影のために、ビハール州のスーパー30創設者アーナンド、クマールから数学を学んでいる。撮影は、ボーパールのウッパルコとオリエンタル科学技術、研究員のミナルレジデンシーで行われ、3月上旬に終了した。公開初日の座席占有率は50から70%、デリーでは60の70%を記録した。パンジャーブ州、ウッタルプラデーシュ州、 アーンドラ・プラデーシュ州では上映禁止となったものの、公開初日の興行収入は4470万ルピーを記録した。公開週末の興行収入は1億8330万ルピーとなり、公開第3週には3000万ルピーの興行収入を記録し、累計興行収入は4億ルピーを超えた。公開第四週には累計興行収入は四億三百八十万。 ルピーを記録し、公開第5週の累計工業収入は4億2430万ルピーを記録している。海外市場の工業収入はかんばしくなく、公開初週の記録はイギリス7万6000ポンド、北米34万5000ドル、アラブ市長国連邦19万ドル、オーストラリア8万2000ドルとなり、合計工業収入は90万ドルだった。イギリスでは、 公開第3週の累計工業収入は168,662ポンド。オーストラリアでは、公開第2週の累計工業収入は142,193ドルを記録した。工業成績は失敗したと見られている。アミターブバッチャンザ・タイムズ・オブ・インディアのニカット・カズミは、3、5の星を与え、悲しい。流制度インド VS インドは、流制度を扱う映画として、 前半は心を揺り動かします。しかし、インドの教育システムの苦難を乗り越える、オムニバスとしては死存じていますと批評している。インディアウィークリーのシバーシュクマールは3、5の星を与えている。デイニック・ボスカーは3、5の星を与え、アミターブ、バッチャンの結出した演技とキャラクターの葛藤は、必見です。反面、プラカーシュジャーが前回制作した。 ラジャニーティのようなドラマと技巧を期待すると、失望することになるでしょうと批評している。中央映画認証委員会委員長のリーラー・サムソンは、教育について良い映画とする一方、政治的に厄介な問題を引き起こすと述べている。カーンプルの複数の不可職民グループは、サイフ・アリー・カーンが不可職民の役を演じたことに抗議した。彼らは、反王家の血統であるサイフ・アリー・カーンが、 不可職民を演じることはコミュニティに対する侮辱だと主張した。映画はパンジャーブ州、ウッタルプラデーシュ州、アーンドラプラデーシュ州で上映禁止になった。パンジャーブ州政府は映画のいくつかのシーンや会話が同州のコミュニティから反発を招く可能性があると考え上映を禁止した。ウッタルプラデーシュ州では法律問題を引き起こす。 可能性があると判断して2ヶ月間の上映禁止を決定した。指定カースト、指定部族に関する全国委員会は映画が不快なコンテンツであるという苦情を受けて映画を鑑賞した。委員長 PL プニアは映画のテーマは不快なものではないが、ハンカーストや留保制度への批判的内容が含まれていると述べたが UA の評価を与えた中央映画認証委員会は ジャーの表現の自由を守るべきと主張した。こうした騒動に対して、ジャーは反発を防ぐために不愉快なシーンの削除を決定した。ジャーとプロデューサーは3週の上映禁止を解除するために最高裁判所に訴えを起こした。後に最高裁判所は、ウッタルプラデーシュ州の上映禁止を解除する決定を下した。ありがとうございます。